はまたのにちゃったにこんにちは。こんにちは。こんにちはです。信じられないけど早すぎる、本当に早い、どうしよう。だるまありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。パレオもありがとう、ありがとうございます。え、もう2日だって、残りちょっとびっくりですね。そう、今日は暑かったですよね。めっちゃ暑くてびっくりしちゃって半袖半袖いけます。あ、そう、リボンつけたよ本当に半袖いける、いけちゃうぐらいの暑さだった気がする。パレオありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あと、え、6時間？ちょっと待って、早すぎないですか早すぎないですか。涼しげですね、涼しげですか涼しい格好してます。くるみのリボンシリーズ好き。お、嬉しい、ありがとう。早いね、イベントも終盤だね。いや、もう本当に早いです。一瞬すぎてどうしよう時間がわかんない。私も今日半袖で買い物行ったよ。やっぱり今日半袖ですよねくるみもちょっと半袖になりましたびっくりして袖切りましたか。やりますね。あ、そうなんですよ、ちょっとチョキッとこんにちは、初見さん、ありがとうございます。 SK ホイテッド重機研究生の森本くるみです。こちらは11度でさ、あ、涼しいですよ。いいですね、涼しいの。こちらはとても暖かいです自分のタイムラインいっぱい流れてくる。え、嬉しい、ありがとう。パレオありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。扇風機始めました。扇風機始めましたか。くるみはまだです今日は上着を着ておきました。上着を着ておきました。あ、そうなんですね、一応ね、念のためパレオありがとうございます。ありがとう、清楚くるみ最強、ありがとうワントライどうぞ、ありがとうございます。ありがとうくるみはい、くるみです。パレオありがとう、ありがとうございます。チェリーモンスター取っちゃったありがとう。これぐらいの気候が好きです。あったかいのですか。なんかだんだん夏実感してます。早い初見さんありがとうございます。 SK ホイテッド重機研究生の森本くるみです。パレオありがとうございます。ダルマもありがとう、ありがとうございます。ペンがありがとう。そうです、今日は皆さんと明日の時間を何回もあるのでね、ちょっとゆっくり考えていけたらなと。冷やし中華もはよ、冷やし中華もはよ、何だったっけ、冷やし中華始めました、合ってるなんか違うよね最こっそり買ってしまいビビってます。なんだろう、サインとかかな。
ありがとうございます。ありがとう。今年初めてアイス食べた。あ、そうなんだね。何食べたの？バニラ？チョコ？パレオ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ビンバみたいな顔して、あ、ビンバ、バンビか。バンビになっちゃった、私。鹿？奈良公園にいるのかな。夏は湿度が上がっても違う暑さに。そうですね、名古屋はね、湿度が高いって言いますもんね。パレオ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。くるみ4時のトーク会握手会取れた、嬉しすぎる。お、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。パレオ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。冷やしくるみ始めました。冷やしくるみ始まってます。皆さんよろしくお願いします。なんだろう、冷やしくるみ。鹿に噛まれたことありますか？噛まれたことはないんですけど、突進されたことはあります。めっちゃちっちゃい頃ね。めっちゃちっちゃい頃。タコちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。最近夏が近くなってきてますね。夏が近くなってきてますね。本当に今日はもうアイス何個もいけるんじゃないかっていうぐらい外暑かったです。タコちゃん、ありがとう。ありがとうございます。パレオも、ありがとう。あ、サイドのリボンかわいい。ありがとう。ありがとう。パレオ、ありがとうございます。ありがとう。ハートもありがとうございます。ありがとう。で、時間なんですけど、切り替わり。冷やしくるみってなんやねん。早速寒い。何が？ここの喋ってたことが寒いの？やめて。冷やしくるみ一つください。いくらですか？いくらですか？あ、そうですね、無料なのでぜひいっぱい見てってください。見るもの。くるみフォローしました。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。ハレオ、ありがとうございます。ありがとう。あ、一旦ちょっとさっき考えてみたの、改めてちょっと考えてみたんですよ。超10代の時じゃとは違うのを考えてみて、なので、で、見るものだし、見るものでしたね。パレオ、ありがとうございます。ありがとう。考えてみたのは、朝の皆さん、明日は早起きです。よろしくお願いします。朝の一枠目が朝の、あ、ちょっと待って、朝の5時半からびっくりですか？どうだろう。から6時30分で、6時31分から7時
1分30分で、ちょっとだけ空いて7時15分から8時45分です。で、午後は5時からができなくて、私明日5時からができないからちょっと朝つめつめなっちゃったんですけど、絶対できそうな時間を見て6時45分にはできたらいいなって思ってて、なので6時45分から45分間7時半で7時半からもうすぐです。そのまま1回切ってすぐ始めて7時半から8時ですっていうのを考えてはいたんですけど、こんな感じ。そうなんです、ちょっと5時からの枠ができないので朝1個増えるんですけど、パレオありがとうございます、届けに来たよ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。作戦計画です、明日の時間です、みんなと相談してます。そうなんです、どうですか、ほぼだからもう夜は6時45分から8時まではずっとほぼぶっ通しみたいな感じですです。3枠目は開始通知来ませんよ、どういうことだろう、あーカウントってことかな。そう、1時間1分は経てないんですけど、でも15分余らすのって思っちゃって、通知も来ない、通知も来ないってどういうことだろう。え、やっぱり15分、その15分を余っちゃうからやめた方がいいかな、どうなんだろう。ハト、ありがとうございます、ありがとう。パレオもありがとうございます、ありがとう。あ、5時からの可能性はほぼゼロです。あ、そうですね、8時までだけどもうほぼ59分まで分かんないけどね、もう1秒で何あるか分かんないけどあー、そうなんだ、じゃあ15分どうしよう。あ、でもなんか最後、あ、夜の7時15分もう最後の30分はもう最後の30分のことがってことかな。あ、今回 最終枠分けなくてもいい、別に。なんか超10代の時はもうすぐやったんですよ、1回切って最後勝負そう、リアルタイムじゃないからいいのかな、関係ないのかな、別に。長い方がいい、長い方がいい、買いますか。あ、落ちちゃった。ラスト15分やるみたいな感じですか。朝も2の枠、2の枠
したらいいんだろう。じゃあ1時間以内に次の配信しても開始してもいいよ。いいんよ。いい？パレオありがとうございます。ありがとう。夜残りの配信、残り時間全部まとめていいかもよ。え、どういうことだろう、どういうことだろう。多分7時46分に1秒でさえ1秒再開した。あ、じゃあ7時45分までした方がいいですか。このイベント明日で終わるから。そうです、明日までなので、6時45分から7時45分までして、7時45分から8時までした方がいいですか。フルお届けです。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。最後の配信長いと泣き疲れるから。でも今回リアルタイムで分かるか分かんないから、どんな感じかちょっと分かんないけど。4と5分けたいなら4を1時間やってからかな。4つ目を1時間した方がいいですか。30分じゃなくて45分か。パレオありがとうございます。ありがとう。あ、くるみちゃんまだツイッターのアカウントないんですよ。できたら見てね。ぶっ通しなら、あ、一回切った方がいい。ここで4つ目でを1時間した方がいいですか。きっちりを1時間。なるほど。あ、最初のでいいんじゃないかって言ってくれてる。ありがとう。一回、もう一回、はい。ここを1時間して45分まで。45分からします。1時間経過して再開すると配信通知も届くから。あー、なるほどなるほど。え、朝はこれでいい？朝これでいい？6時45分最短、最短です。うん、最短絶対できるの6時45分で。7時半以降は途切れさせない方がいいこと。あー、ギリギリだから逆に。それなら7時46分から。なるほど。46分までやって46分に再開。なるほどね。パレオありがとうございます。ありがとう。カウント1回プラス、ね、6時40分から1時間して、1時間してその後16分、間違えた、15分、4分ぐらいした方がいいのかな。だるま、ありがとうございます。ありがとう。配信できなくても1秒配信できない。1秒配信。ちょっと6時半は厳しいかもしれない。イベントの、そうなんですよ、もう何が起こるかわからないので本気です。だるま、ありがとうございます。ありがとう。あ、朝は別に何時からでもいいです。5時からでも全然いいです。3枠目は3時。なんか、これでいっちゃうと15分余っちゃうなって思って、詰めてみたんですけど。そう、1時間1分たたな、1秒たたないから、あれなのか。うん、そう、星集め朝早めていいの。早めちゃう。あ、くるみは全然大丈夫ですなら1、2を15分早めれば。なるほど。5
5時15分から45分、15分から45分、15分から45分間ってことかな。書いてみますか。タコちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、え、15分から45分まで30分のまんまでってことですよね。合ってますか合ってますか。15分から16分から17分から OK です。じゃあどうしよう、新しく書いた方がいい。5時15分から5時45分で30分間、6時16分から時間大丈夫大丈夫、6時46分まで30分間、7時17分から8時までで45分間。新しい方です。これは朝で、夜は6時45分からちょっと間違えちゃった、45分、あ、46分の方が良かったのかな。まあ一旦決定じゃないので、ちょっとここ間違えちゃってるけど、こんな感じですか。お花ありがとうございます。ありがとう、お花ありがとう。ラブレターもありがとうございます。ありがとう。これだといきますか。タコちゃんありがとうございます。ありがとう。あ、46分から了解です。見にくいけど夕方どうだろう。ラブレターいっぱいありがとう、ありがとうございます。どうだろう、45分にすぐ終わって46分にすぐ始めます45分にすぐ終わって46分にすぐ始めます。え、じゃあこんな感じで OK ですか後で綺麗に書いておきますね。秒単位大丈夫かな。まあでも大丈夫です。ちょっと1分空きます。タコちゃんありがとうございます。タコちゃんありがとう。え、大丈夫ですか。これでこれでいきますね。じゃああ、なるほど、59分45分59秒までやってなるほど、46分に開始、なるほどなるほど OK です
ファンの皆さんが決めたなら同意です、ありがとうございます。A でありがとう。じゃあこれでいきますね。朝、明日は一日長いです、皆さんよろしくお願いします。朝5時15分から5時45分30分で、朝16分、6時16分から30分、7時17分から45分、夕方の6時45分から1時間、7時、その後終わってからすぐすぐ8時まで勝負の1時間15分です、よろしくお願いします。ここから一番はどうだろう、でもずっとですね、リアルタイムで流れてないので、楽しんで全力で頑張ります。皆さん最終日もよろしくお願いします。これでいきます。9時に 寝ます、ありがとう。くるも今日早く寝ます、もう昨日、今日より早く寝ます、今日より、昨日より、昨日より早く寝ます。黄色のタコちゃん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。えいえいおう、えいえいおう、サクサクってやりますわ、通勤中、ありがとう、お疲れ、ありがとう。そう、最後14分、そうなんですよ、1時間経たないのでなんかわかんないけど、想像できない、想像できない、どうしよう、明日は勝負の一日、そうです、勝負の一日です。パレオありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。なんか半袖で喋ってもあったかいって夏ですね。まだ4月あと今日は木曜日なのでくるみのブログの日です、ぜひ見てね。パレオありがとうございます、ありがとう、ありがとう。夜が勝負か、朝から、どうだろう、夜じゃないですか。夜やばいかな、どうだろう、どんな感じなんだろう、リアルタイムじゃないのってどんな感じですか。わかんない。ファイト、ありがとう、タレオありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そうです、明日です、早い、待って、明日だって、早いな、作戦 A。 あ、なっちゃった、アラームがなんかめっちゃちっちゃくなって、なんでかわかんないんですけど、なったので、では終わりますね。決勝は金曜日、決勝、そうですね、明日です、明日で最終日です、明日で終わりです、なんと早いです。こちらでいきますね、ではあと30秒で終わるので終わりたいと思います。皆さんありがとうございました、パレオありがとう。終わります、作戦会議ありがとうございました。ではでは終わりますね、皆さんありがとうございました。次は6時1分からです、6時1分からお待ちしてます、ありがとうございました、バイバーイ、またね、またね、ありがとうございました。